佐々木希は夫である渡部健の多目的トイレ不倫で世間から離婚が噂されたが、離婚も別居もしないと公表した。主な理由として佐々木希自身が自殺で父親を亡くしており、子供に同じ思いはさせたくないという愛情からだった。そして佐々木希は夫の不倫相手に対して、直接電話をし裁判をちらつかせるほど肝が据わっていた。不倫報道後には子供のために新しい環境をという気持ちから、佐々木希個人事務所名義で4億のマンションを購入している。結婚前から渡部健にベタボレだった佐々木希は、不倫をされてもなお渡部健のことを大切に思っている。不倫報道後に長男の今後のことを思い、第2子を妊娠出産した。芸能界に復帰した渡部健だが仕事がなく主婦として息子の面倒を見ているため、佐々木希が大黒柱として家計を支えている。不倫夫を捨てず仕事をし続けている佐々木希は、けなげ、渡航感度を上げ仕事の幅を広げている。